ビーボックスチャンネル、イエーイ、はい、どうもビーボックスチャンネルでございます。はい、ではまず自己紹介からです。どうぞ。どうも、井上和彦です。中塚孝之です。花輪まなみです。田村亮介です。いやということで、ビーボックスチャンネルも1回目ということでね。びっくりした。今のところには本来の回数が多分出るはず。ということで、今回もこの前の続きで、ちょっと聞き手が変わりました。変わりましたね。りょうがくんはトークにまたどっか行っちゃいましたね。また、サバゲーしに行った。サバゲーしに行ったのかな。ちゃんとね。趣味の話。趣味の話でございます。今回は、はい、タムタムな田村亮介の趣味の話をさせていただければと思います。よろしくお願いします。僕見ての通りちょっと細身なんですけど、このなぜこんなに細身なのかというと、毎月のようにサウナに行ってるからなんですね。それぐらい僕もサウナが大好きで、なんかもうそもそものきっかけなんだろうなって思ってたんですけど、僕ちっちゃい頃もう20年前ぐらい、もう小学生、低学年ぐらいの頃から家族に連れてってもらって銭湯に行くのが大好きで、その頃からずっと温泉入って、温泉上がってカルピスと枝豆を一緒に流し込んで将来有望ぐらいだった。それが多分今もずっとあるみたいで、毎月整ってますね。サウナどうですか。サウナね、銭湯についてるのしか行ったことないんですよね。まあだから500円にプラスアルファ、ちょっと500円ぐらい払って、おじさんにサウナいいよみたいな、あれはいいよね、なんか鍵みたいなのもらって。そうそうそう。俺もね、スポーツクラブのお湯、お風呂のところについてて、ね、そう、ジャグジーとサウナと、あります。もう風呂入りに行っただけみたいな。そんな使い方が。本当は運動もしないんです。最近全然整ってませんね、私。あらあら、ぜひぜひ。このサウナとかあんまり入んない。私はですね、すぐのぼせちゃうので、長風呂、そもそも、お湯もそっか、のぼせちゃうんです。だからもうサウナは本当に無理です。整わない。ずっと整わないです。なんか整うためには結構条件があって、サウナに、まあ、理想は8分から10分入って、その後に水風呂に2分間入って、外気浴をまあ15分くらいっていうのが理想というか、一番整いやすい条件っていう。先生、はい、外気浴っていう、まあ、水風呂と、ね、はい、中10分は分かるんですけど、外気浴っていうのは多分専門用語だと思いまして。失礼いたしました。外に出るってこと？そう、もう外に、座ってでもいいですし、最近はそのなんかベランダみたいな感じで椅子が置いてあって、椅子にこう寝っ転がってこうぼーっとしてるみたいな時間とかが結構必要で、それをしているとだんだんその体温が、冷たかったのがだんだん高くなってきて、なんかちょっとぼーっとして気持ちいいなっていう感覚。サウナいいんだけど水風呂がね。水風呂もいっぱいあるんですよ。水風呂は大変だよね。あれは冷たければ冷たいほどいいって言われてるので、なんか平均だと16度17度ぐらいなんですよ。なんか結構サウナと呼ばれるサウナ大好きな人たちのところだと、なんか水温6度みたいな下っ端のところが、僕一回入ったんですけども、冷たいじゃなくて痛いってなって、30秒ぐらいで出てすごかったですね、あれは。でもその強烈な冷気の後に外気浴をしていると、この芯から温まったやつが広がっていくと、できてたまらねーってリラックスできるんですよね。僕が行ったところはサウナとあと岩盤浴っていう、岩盤浴ね、そっちもちょっと割とリラクゼーションに近いアロマの香りを嗅いだみたいなとかがあるので、岩盤浴はいいよね。いいですね。頃合いのいい、そうそうそう、なんか汗を出させるってわけじゃないですかね、岩盤浴はリラックスしてもらうっていう、なんか下からこう温まってきて、そうめっちゃ流行りましたよね、ゲルマニウムでしたっけ。いろんな石があって、石の成分で効果が変わると思います。ありがとうございます。整ってるのかな。整っちゃったのかな。心理テストの時間、今回のゲームマスターや試験官の
田村亮介です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では簡単な心理テストを始めさせていただきます。はい、今あなたの目の前に何段も何十段も続く階段があります。うん、それをあなたたちは登り始めました。はい、登っても登っても頂上には着きません。途中でちょっと疲れたなと思って一休みすることにしました。それは何段目ですか？段目、段目か。54段目。54。170。この心理テストではあなたの精神年齢がわかります。つまり和彦さんは精神年齢54歳、中司さんは170歳という結果になりました。170歳。でこれなんか合わせてもう一個ちょっとあるので、ちょっと連続でちょっと出させてください。次いきますね。あなたは道を歩いています。そうしたら突然水が体にかかってしまいました。一体体のどこにかかりましたか？あ、それはあの自由に考えるどこでも大丈夫です。お尻。右腕。水がかかった場所はあなたの自信がある場所です。やだプリケツ。カズヒコさん、やだプリケツなの。カズヒコさんは俺左利きなのに右手っていうのもなんか微妙な話だな。なのでこれをまとめると、カズヒコさんはお尻に自信のある54歳、中塚さんは右腕に自信のある170歳ということが分かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。で最近ちょっと新しい趣味を始めようと思ったんですよ。でその趣味自体も、今ちょっと外に出てなんかワーキャするのがちょっと良くないので、一人でできてちょっと静かにやれるものないかなと思って、最近、本当に最近あの釣りを見えるかなと。釣りを始めまして。釣りは僕もやりますよ。いやもうぜひぜひ教えていただきたくて。これ僕ね、やるったってあんまりね、あのそんな本格的には昔はやってたんだけど全然最近本格的にやってない。これは何をするための？僕はこれさ、ハゼ釣り用で。いいですね。結構初心者はハゼから。ハゼ、ハゼって、意外と簡単なようでやっぱ奥が深いらしくて、そう、初心者向きとは言っているが、ね、この間ね、このぐらいのやつで、竿なんだけどこうずーっと出して、ほうほうほう、で先っぽにこう糸を結んで延べ竿っていうんだけど、リール使わないで、ああこうしてするっていうハゼの竿を買った。そうなんですね。それ持ってってあ、ね、ぜひぜひぜひお願いします。僕釣りといえばなんとなく鮎釣りっていうイメージだったんです。鮎を自分の領域に敵が入ってくると体をぶつけてどっかに逃がそうってするっていうのが鮎の特性であって、それを利用して釣りをするっていうのが鮎釣りなんです。友釣りっていうけど、友達の友って書いて友釣りなんだけど違うの。敵縄張りに入ってくんだって。ウィーンなんだてめーって縄張りに入って途中だからなー。釣りでもいろんな釣り方があるって知ってすごい楽しい。初めて聞きました。でも鮎もその友釣りってね、こうやって経由にあのほとりの鮎をつけてこう流して引っ掛けるっていうのもあるし、あの毛針で、ほうほう、そう、鮎が溜まってるところにこう友釣りじゃないやつでね、毛針のやつでこう落として、もうそれを純粋に餌として落として釣るっていうのもある。そうそう、だからまあ魚によってもね、いろいろ釣り方があるから面白いよね。すごいね。こんな釣り方あるんだ。僕はなんか投げてかかったらこう引いて釣るみたいなのが釣りだと思ってたのに、そんなこともなく。釣り竿したら僕もこれ3000円ぐらい。結構その高いくて結構やり始めるのにお金がかかるものかなと思って、全然そんなこともなく、
けたらかかる。そうそうそういうかけたらかかる。確かにあのかけたらかけた分だけすごいのが出てくるタイプの趣味のイメージありますね。だってリールだってもうこれセットで3000円ぐらいでしょ。そうですね。でもリール1個でさ2万3万、ね、そうですよね。そこ付け替えてる方いますよね。釣りはね僕もやらなかったので今度一緒に行きましょう。ぜひぜひね。チャンネルでもやれたなみんな高くなってきたらね、みんなで、ね、早く外にね、そうなんですよね、せっかくね、せっかくこうやってね、マイクがあるんですよ、うちのチャンネルには。にもあります。これね、ピンマイクつながるんですよ、和彦さんありがとうっていう。確かに音がするからね、いじな。あ、そうそうそう、ごめんなさい。つい触っちゃった。感度がいいから、これつけてね。そう、みんなで釣りをして、終わりしながらモノログ撮る。終わったらみんなで温泉行きましょう。整えに。整えに行きましょう。ということで今日はサウナと釣りのお話でした。わっしょい。田村選手、はい、こちらです。頑張れ。頑張れですね。頑張れ、順々に読んでいきますね。見下して頑張れ、軽く頑張れ、熱く頑張れ、明るく頑張れ、遠くに向かって頑張れ、怒って頑張れ、色っぽく頑張れ、辛いけど頑張れ。以上になりますね。最後だけセリフ、それ自体セリフみたいな。遠くに頑張れ、分かりやすいけどな。とアクトカードも引きました。あー、なるほどなるほどなるほど。うんうん、まあまあまあ、新人声優といえどもちゃんと表現者なんで、当然当然わかると思います。めちゃくちゃ煽るじゃん。自分で自分のハードルを上げていく。さっき自分自信なくてその言葉言ってないんですよ。突然ジェスチャーになったらそうなっちゃうよ。ではでは、いきます。はい、頑張れー。いったなー。いったなー。ああ、これは分かりやすいな。これはね、あ、ほら、まあまあまあ、分かりやすいよね。これで普通にローマ字間違ったら面白いね。全員違うんだったら。なるほど、ね。はいはいはい。お題は。デデン。あ、これも表情のみですよ。あら、あら。うなずき。うなずき。A、相槌のうなずき。うん。B、分かるぞのうなずき。C、興味がなさそうなうなずき。 D、 怒られた時のうなずき。 E、 挨拶する時のうなずき。 E、 F、 F、 美味しい時のうなずき。 G、 上から目線のうなずき。 H、 告白に OK する時のうなずき。なるほどね。さっきのは全身使えたけど、首だけ結局これはね、森が限定されて難しい。じゃあ行きますよ。はい、はい、ほう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 。うわ、むずむずいな、これ難しいですね。これかこれかなみたいなので絞れはするんですけど、うん、そう、絞れはするけど、こう確信してない。これが分かりやすくやったつもりなんだけど、難しい。これ選択肢があるんですよね。自分で出せないっていうのはね、難しいですね。すごいですね。声優なのに、声優なのに声を失って何なら声出しちゃってたんですぐ分かったから。だからアニメなんかやってたって振り向く時もさ、うんとかやるじゃん。ですね、その必要な、その息がね、違いますからね。気づきでも振り向きでも何でも言ってるからね、アニメの場合。このチャンネルがいいなと思った方は高評価とチャンネル登録どちらもお願いいたします。ではでは、 Bボックスチャンネルでした。またね。じゃあねー。